天の橋立。天の橋立は、京都府宮津市の宮津湾と内海の阿蘇海を南北に隔てる全長 3.6km の湾交差。日本 3K の一つであり、2013年の観光入り込み客数は178万1900人と、京都市を除いた京都府内の観光地で第一位である。一般的に、 天の橋立てと表記されるが、佐数を走る不動の名称は、天の橋立て線である。橋立てと略される場合もあり、例えば対岸の与佐野町には、橋立中学校がある。読み方は、天野は死立てであるが、立の字を濁らせずに、盾と読むことがある。2003年から2004年にかけて、宮津市と与佐郡四町の合併協議において、紳士の名称を公募したところ、 上位十点に入った天の橋立て、天の橋立て、橋立てにはそれぞれ、濁らせた読みと濁らせない読みの両方が含まれる。なお、合併自体は断念された。運歩色波集には、天の橋立てを意味する一文字の漢字、告示が記載されている。画数は三十九画、読みは、橋立てである。天の橋立ての北部、およそ南西方向へ伸びている部分を大転橋。 または、北砂州という。霧道平隔てて、南部、およそ南東方向へ伸びている部分を昇天橋、または、南砂州という。これら二箇所が、宮津湾と阿蘇海を分断し、霧と、門樹水道、天の橋立て運河によって、両水域が過労時で繋がっている。霧戸には大天橋という橋がかかる。また、文樹水道には小天橋という橋がかかり、 海鮮橋として知られる。さらに、門樹水道を隔てて、南側にある部分を、第二焦点橋という。これら三箇所で天の橋立ての差す部分をなし、全幅は二重から百七十メートル、全長は大天橋と焦点橋を合わせて、約三点二キロメートル、第二焦点橋を合わせると、約三点六キロメートルである。北方にある、笠松地区からは三地区を眺めることができ。 これら四地区を合わせて、都市公園法に基づく、都市公園、京都府立天の橋立公園をなす。文樹道、千音寺とその門前町のある、天の橋立南方を、文樹地区という。全体が、概要に面さない、湾内の指すとしては日本で、唯一のものであり、白車聖書を具現するかのごとく、一帯には、松林が生え、東側には白い砂浜が広がる。 この松は人の手により植林されたものではなく、大部分が自然発生的に生えたものである。1994年、平成6年、天の橋立の松に愛称をつける実行委員会は、天の橋立に生える老い松、木松十二本の愛称を公募し、旧制度の松、知恵の松などが命名された。天の橋立には、 日本の道百線に選定された京都府道607号、天の橋立線が走っている。道路線は、延長約 3.2km、福音3.5から 12.1m であり、近畿自然歩道に指定されている。天の橋立は、宮津湾の西側沿岸流により、砂礫が、海流によって運ばれ、天の橋立西側の野田川の流れからなる、阿蘇海の海流にぶつかることにより、 海中にほぼまっすぐに砂礫が堆積したことにより、形成れた。古事記によると、イザナギとイザナミの国海において、天の浮き橋に立ち、天の沼鉾をまだ何もできていない海原に下ろし、こう、ろころと書き回し鉾を持ち上げると、滴り落ちた潮が積もり重なって、島になったとする。このようにしてできたのが、おのころ島であり、天の浮き橋が天の橋立てのことと言われている。 なお、おの五ろ島の位置は、現在の主まであるという説が有力である。単語国風土記には次のように述べられている。イザナギは、久し備えの浜の北にある、元伊勢かご神社のまな原、はら、ナミのいる奥の宮に、天から通うために子を作ったが、寝ている間に倒れてしまった、というのが、天の橋立の名の由来である。また、丹後国風土記では、天の橋立の、 東の海を、よさの海、よさの海イコール、宮津湾といい、西の海を、阿蘇の海と言うと説明している。民族学者、柳田国夫は、風土器の言う、天の橋立が、このサすを指していることに疑問を呈した。柳田は、橋立てといえばもっぱらはしごを立てたように、険しい岩山を指すものであって、それが崩れたものを橋立てと呼ぶのは、不自然であると主張した。 また、上記一文の、この里の海に長く大きなある前ありの部分は、白文で、この里の海ゆ長大石前と記されているが、大石前、大磯崎は、もともと湾の外側、山上の寺となっている成合山のことであったものが、いつの間にか湾内の札に移ったものと述べている。二万年前、現在の宮津湾にあたる一帯は完全な、陸地であった。そのため、によると、 野田川など河川からの流出土砂の堆積を考えなければ、七千年前までは天の橋立の原型すらなかった。一方、天の橋立の基礎部分には砂でなく石か岩があるという説もある。その後、六千年前の縄文時代に海面が上昇し、海底にさすが形成され始めた。およそ二千二百年前に発生した地震によって大量の土砂が宮津湾に流入し、 ちょうど海面が低くなった時であったため海面上に現れた。小谷清氏は3000年前に海面低下によって現れたとするが、サスはサシが伸びてできるものであり、海面低下のみを理由とする場合はその後の前進、発達が説明できない。ただ、小谷の指摘は、天の橋立てがいつから形成され始めたかを説明するためには、海面変動を考慮しなければならないことを示した。 点で注目された。例えば2004年の新潟県中越地震や2008年の岩手、宮城内陸地震では土砂崩れによって川がせき止められる例が多発した。形成された天然ダム、土砂ダムは現代においては決壊を未然に防ぐ措置を講じることもできるが、決壊した場合は大規模など石流となって水と土砂が流下することとなる。有リ博ヒは 笠松付近を流れるマナイ川などで発生した土石流によって供給された土砂が阿蘇海方面へ運搬された可能性を指摘する。マナイ川は現在は阿蘇海へ注いでいるが2004年度の調査によって元は宮津湾に流入していたと考えられている。ただしマナイ川などからの流入量だけでは天の橋立てを形成するには足りないためさらに北方に 大きな供給地が存在した可能性がある。丹後半島東部には、兵庫県北部から京都府与佐郡稲町に渡って伸びる山田断層が存在し、宮津市北部から稲町にかけては地滑り地形が集中している。その一つ、宮津市北部の瀬谷川流域では、中流域の松尾集落付近に川と隣接した地滑り地形が見られる。アリーによると、周囲の地形から、 かつて、宮津市北部を震源とする地震によって、地滑りが発生。これが、与野川をせき止め、やがて土石流となって、宮津湾に流れ込んだとされる。阿蘇海周辺におけるボーリング調査の結果、2200年前に、阿蘇海の起水化が進んだと判明した。地震、地滑り、土石流はこの頃に発生し、さすが大きくなって、宮津湾と阿蘇海を分離した。平安時代から、 江戸時代中期にかけて、宮津湾の海流によって、砂が供給され続けて、大天橋が完成した。その後、江戸時代後期から明治時代前期にかけて、小天橋から形成され、宮津湾作用の宮津城及び城下町にあたる地域でも堆積があった。江戸時代後期以降の小天橋の発達は、宮津市などが、宮津塩屋地区における焼畑農業や文樹地区における、 神殿開発といった人為的影響を強調し、文字地区の神殿開発が与えた影響については、持たされている。与野地区では中世以来、戦後にガス、電気が普及するまで新炭が、陶器の収入源であった。ただした木々にされる木は、根元が残され、そこから再び木が育って、数十年後に切り出される子を繰り返すものである。よって、氷土の流出は起こりにくい。 焼き綿も、同様に根を掘り起こすものではないため、こちらも、氷土流出は少ない。そもそも氷土を流出させるような開発を続けていては、生活できなくなってしまう。あるいは、歴史的、民族技術的見地から、与野地区の人為的影響は考えにくいとする。天の橋立の松並木は、摂収筆、天の橋立図に描かれ、以降の絵画でも同様であることから、安定した。 林やしひろしを保ってきたと推定される。現在、天の橋立には5000本から8000本の松が生えている。海岸線における松並木といえば、防砂林や、新炭供給用の人工林であることが多い。ところが、宮津湾においては、丹後半島に守られる地形により、北西季節風の影響が少なく、揺ら川川口に見られるのみである。 季節風の影響を強く受ける丹後半島北東部に京都府京丹後市久美浜町の商店橋のような松林が見られることとは対照的である。天の橋立は砂州の幅が狭く集落などがないため防災利的性格は薄い。また新丹境窮地としての役割も与えられなかった。阿蘇海北岸に国分寺が置かれ、 古代から中世にかけて一帯は、府中という単語の政治経済の中心地であった。新単供給地であれば、近世の京都、平安京周辺の山林が陰山であったように、近くて山を登る、必要のない山の橋立てに松林は残らない、はずである。商法単語国絵図の写しによると、供給地は前日のように与野地区など、宮津市北部であった。付近の林では、 小ならやくぬぎが優勢であることなどから、長年にわたり、供給が行われたと考えられる。また、松林が維持されたのは伐採の制限があったことを、理由とする。府中地区には、加護神社やマナイ神社などが集まり、金足地である山林も所有していたことから、天の橋建ての松林も神聖な場所として扱われて、いたと考えられた。近代以降は、観光地、 名称地として、さらに保護されるようになっていった。天橋立が、観光地として認知され始めたのは八世紀初頭。西国三十三所の二十八番札所である、成合寺が解散した頃と言われる。成合寺から見られる天橋立は、絶好の眺望を誇る。江戸時代まで、天橋立を描いた絵画は、天橋立図を除けば、府中地区から眺めたものが多い。 平安時代、正式部内史は次の歌を詠んだ。1643年、寛永20年、林春斎は、日本国寺赤港において、次のように述べ、松島、宮島、天の橋立を旗艦と紹介した。1689年、元禄二年、貝原駅県は、岸木港において、日本三景という言葉を初めて用いた。これによると、 天の橋立を日本の三景の一とすることはすでに世に広く言われていることであって、貝原はそれを改めて実感したに過ぎないということである。突起ないものは天の橋立を未来に引き継ぐために京都府による。2007年京都府宮津市などは天の橋立日本の文化景観の原点という名で文化庁に対し世界遺産暫定一覧表。 暫定リスト記載資産候補としての提案を行った。2008年時点でリストには選ばれなかったが、カテゴリーや提案書の基本的主題をもとに準備を進めるべきものという評価を受けた。リスト入りのためには普遍的な価値を持った内外に比類のない白車聖書であることを示すという課題が設定された。 明治時代まで、来訪者は自社へ参見する旅の中で天の橋立ての景観を楽しんでいた。天の橋立てを望む視点は、自然と、その道中の峠や阿蘇海などの戦場、自社周辺が主であった。とりわけ代表的な三つの視点、大内峠、大内峠、現在の大内峠、笠松、栗田峠からの眺めは三絶、または三体観と呼ばれ、景観研究の対象となった。 他に、文樹川に位置する王山、桜山や、玄妙庵があり、吉見豆人は1921年、著書、天教紀行の中で、大地峠、笠松、王山、丹後富士、揺らけ岳を天橋四大館と呼ぶそうだが、その中では王山が一番漢字が良いと述べた。一方、大地霊師は、天橋四大館として、栗田峠、大口峠、成合山、王山を挙げた。 玄妙庵は1386年、足利義満が地温寺に参拝した際に訪れ、ああこればに玄妙なるかなと永端したことが名前の由来であり、昭和前期の絵はがきに玄妙庵からの眺めは四体幹の一つという記述がある。戦後は、天の橋立の体幹として、笠松、玄妙庵、大内峠、滝の上公園、獅子崎を挙げた記述が見られた。 1970年、文字地区に天野、橋立ビューランドが開業すると、そこから、天野橋立を望む、飛留館が斜め1文字、1時間、接州館と共に4体館と呼ばれるようになった。これらのように、明治以降に言われる4体館や5体館は人によって、また時代によって差異があった。1986年、宮津商工会議所などが、天野橋立重慶を選定した。 これらは新たな展望地や車道の整備に伴い加えられたものであったり、伝統的な視点が再評価されたものである。天の橋立地域の広範囲を一体的に眺める円形を中心としており、王山や玄明庵のような近距離の視点は含まれていない。近年、天の橋立は侵食により縮小、消滅の危機にある。戦前までの佐すは現代より、 スリムで弓なりの美しい曲線を描いていたとされ、戦後は以前より歪に変形してしまったと言われている。これは戦後に河川にガムなどが作られ、山地から海への土砂供給量が減少し、天の橋立における土砂の堆積、侵食バランスが崩れたこと、及び府中、日置領地区の港湾に防波堤が設けられたことより氷砂が遮断されたことが原因であるとされてきたが、 侵食を防ぐため、行政では、写真の南側よりの長めである飛龍館の右側の、ノコギリ状になっている砂浜部分に用品を行うために、サス状に、型の大査定を多数設置し、流出する土砂を食い止めている。松食い虫の大量発生のため、一時は、松の立ち刈れが頻発し、全滅の危機に瀕した。その後、害虫の駆除が行われた結果、 昇降状態を保っている。豪雨などで流木が大量に漂着し景観を損ねてしまうことがある。2013年の台風18号でも大量の流木等が漂着した。天の橋立によって隔てられた内海である阿蘇海に2000年頃から柿が異常繁殖するようになり、柿の殻が大量に天の橋立周辺に堆積し、柿殻島が形成されるようになった。 景観を損ねているため、京都府は2015年7月11日から、大がかりな撤去作業を開始している。松は、海岸や山の尾根などの痩せた土地でも育つ代わりに、肥えた土地では生育しにくい。自ら落とす枝葉により、土壌の不栄養化が進むと、松以外の植物が育ちやすくなるのである。天の橋立ての松林が長く維持されたのは、住民が燃料として、 松の落ち葉や落ち枝を日常を利用していたからである。また松はヤニを多く含み、燃やすと高温になるため製鉄にも用いられた。現在では化石燃料に転換するにつれ松を利用しなくなったため根元に雑草が茂るようになった。天橋立は地下水位が高く苦労なく吸水できるため松の根が深く張らない傾向にある。また氷土が栄養に富んだ不植土となったことで、 幹だけが大きく育って、バランスが悪くなり、台風や大雪による倒木も多発した。天の橋立では松を育てるための施肥や、侵食対策の山土により、紅葉樹が増加している。2013年8月時点、幹回り10センチメートル以上の松約4525本に、対し、同じく紅葉樹は約1260本ある。府は 紅葉樹の伐採と腐食度の除去を試験的に行った結果、松への日光量が増加し、中から外への見通しが良くなった。その一方で外観に大きな変化はなかった。これを踏まえ、府は5年計画により、紅葉樹300本を伐採し、松の密度を均等にするための移植を行う。最寄り駅は、京都丹後鉄道具豊線の天の橋立駅である。 天野橋立の南端部へは、同駅から徒歩すぐに位置している。北側の笠松公園へは、同駅から路線バスか観光船、単語海陸交通、またはモーターボート、同社及び、天野橋立優先、もしくは佐須尾徒歩などで、府中駅へ。同駅から天野橋立ケーブルカーに乗車し、笠松駅から徒歩。JR 西日本と京都単語鉄道を直通する。 特急を利用した場合、京都駅からの所要時間は約2時間である。かつては新大阪駅、大阪駅からの直通特急も運行されていたが、2011年3月12日のダイヤ改正をもって定期列車は廃止され、多客機の臨時列車の運行のみなされている。最寄りの空港である河野鳥田島空港へ、大阪国際空港、伊丹からの定期航空路が、 日本エアコンューターにより運行されている。同空港からは、豊岡駅までの連絡バスが、全ただ主バスにより運行されており、同駅にて、京都単語鉄道具豊川線への乗り換えが可能である。大阪国際空港で、日本航空の東京便と連絡。最寄りのインターチェンジ IC は、京都縦貫自動車道の宮津浜の橋立 IC と、宮津よさ道路のよさ浜の橋立 IC である。 天の橋立南側、地温寺側へは、宮津天の橋立 IC から国道176号と京都府道2号を使う。天の橋立北側、山椒公園側へは、与佐天の橋立 IC を降りた後、国道176号、国道178号を使い、北上する。駐車場は、大型有料である。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。